佐古田健太郎は、日本の社会福祉法人の経営者、理事長。社会福祉法人、アスミ福祉会茶茶保育園グループの理事長。1995年、立教大学経済学部経済学科卒業後、アンダーセンコンサルティングに入社。企業の業務機関システムの開発、保守、連結決算システムの設計、開発、 経営管理の業務改善指導などを行う。2003年に同社を退社。2003年、母が1979年に設立した社会福祉法人、あすみ福祉会の常務理事として入職。他施設の全体統括、人事管理、資金管理を行う。その後、ジャジャ保育園の事務長を務めた後、ジャチャ柿の機大保育園の副園長。 チャチャスズや保育園の園長として運営管理を行う。2013年社会福祉法人アスミ福祉会の理事長の就任。働きやすいではなく頑張りやすい職場を用意することが大事と考え、取り組みにそのとしての保育のコンセプトを明確にしているという。理念を掲げることでそこへ共感した職員が集まり結果として、 保育の質の向上の方向性が定まるため、20年後を作るというミッションのもと、子供たちが26歳になった時社会で活躍している人間になってほしいという思いで、子供たちと接している。相手を子供として扱うのではなく、今はたまたま子供というだけの対等な人間として向き合い、子供たちとスタッフが互いに成長していく保育園を目指している。 保育士不足解消の糸口の一つに、保育士全体の地位向上の必要性を訴えている。保育士は介して、子供と接する、仕事柄、一般的なビジネスマナーが身についていないことが多いという見解。保育士自身に社会性を意識させ、また、社会の中でも保育士が国家資格である専門職についていることを示すためにも保育士に名刺を持たせる。 名刺制度を実施。肩書には、スマイルキーパー、遊びクレアトールなど個性を表す肩書をつけている。さらに、保育士の社会性や専門性を高めるため、異業種とのコラボレーションも積極的に行っている。保育士の身だしなみについても社会人でありながら、動きやすさだけにとらわれたジャージ姿での活動に違和感を感じたという。 子供の散歩の動向とはいえ、一歩外に出れば、その人が、その保育園の、顔となる。子供にとって、最も身近な大人が素敵であるべきという考えのもと、自身が運営する、保育園では保育シーズンに、社会人であることを意識させ、身だしなみを徹底しているという。機能性とデザイン美を追求したオリジナルの、ブラウンエプロンや、落ち着いた、暖色系で統一した五色展開の、 子供ハット、子供キャップ、大人ハットを開発。見た目から入ることが大事と話す。待機児童問題で多くの保育園が急激に設置された。しかし、待機児童は解消されつつある中、保育園が淘汰される時代に生き残るためには、コンセプトや理念が明確な組織であるという。つまり、いかに経営の視点を持っているかが、そのの生き残りを左右する。 家族経営で世襲制が一般的な保育業界において経営手腕、マネージメントリーダーシップという言葉ほど遠藤い、世界はない。日本の未来を作る子どもたちを育てる場所であり、子どもたちの命を預かる場所だからこそ、世界に誇れる保育園が一つでも多く生まれるよう一刻投じたいと述べている。ありがとうございます。